当成書世記室は、坪内商用の小説。1885年から1886年間。角書きは、一読三端とある。1884年頃、遊学八少年と題する下作として構想した後、構想を改め1885年4月9日、寄稿。和装活版分冊雑誌の形式で、6月24日に、版。 青銅より第1号を発行、翌1886年に1月発行の第17号で完結した。第1号から第8号までが、前編、第9号から第17号までが後編である。初版の挿絵は、梅長老、国宝、葛飾正久、長原志水、竹内慶州。完結後、1886年に、 半紙話層2冊本及び46版要素を1冊本として、版、青銅より再刊された。商用先週別冊第1に再録された際に、商用自身による構成がなされており、表現や語句にも大幅な修正が施されている。橋書きにおいて、商用は、本作が小説真髄で示した、完全超悪を否定し、写実主義を主張する。 文学論を実践したものであることを明らかにしている。明治初年の書生社会の風俗と気質を移すことを主眼として、下宿生活、牛肉や要求点などで書生らが遊ぶ様子も描く。日本近代写実小説の第一として、小説真髄に展開された理論の具体化であると、される。ただし、文体は、下作の影響が強く、筋の中心には、 上野戦争で生き別れになった兄弟の再会など、通俗的な側面もあったので、作者の坪内は、晩年、商用選集を編集した時に、この作品などの小説類をすべて、別冊にくくり込んだ。ちなみに、この小説を読んだ、医学生の野口製作は、自堕落で素行の悪い人物として作中に、登場している、野口正作が、自分の名前とよく似ており、 しかも自分と同じく医学生という設定だったため、自分が野々口正作のモデルではないかと誤解されるのを恐れて、最終的に自分の名前を秀世に変更したというエピソードがある。実際には、この小説が出版された時、野口製作はまだ9歳の無名の子供であり、野々口正作との直接の関係はない。 作者の坪内本人も野口正史作の名前が野口製作に似ているのは全くの偶然であると関連性を否定している。年代設定については後編の初言に明治14、5年とあり、かつ第9回で登場人物が板垣の岐阜一見について触れる場面があることから明治15年と特定されている。4月、東京の飛鳥山でのこと。 銀行家の三好正右衛門、大元人の吉住清らの花見に連れ出されていた、芸儀の他の次は、偶然に所詮の正町田明南寺と出会う。他の次ことをかおるは、幼い時に、上野戦争に際して、家と両親を失い、その後養母に拾われて育てられたが、その養母も死んで孤児になったところを、明南寺の父、孔子に拾われた。その後、明寺とは、 兄弟同然に育ってきたが、孔子が失業して養っていくことができなくなり、芸人に身を落としていたのである。血のつながりのない兄弟であった二人は、互いに惹かれ合っていく。ところが、他の次に横れんぼしていた吉住は、明良何という恋がたきが現れることの妬ましさの、あまり、兄が明良何の学校の教師をしているのを、幸いとして、明良何と他の次の関係を大げさに吹き込む。 このために、学内でのアキラ・の評判はガタオチとなり、姉妹には、暫時休学処分を受ける羽目になる。一方、小町田の学友、森山智義は、上野戦争の際に、生き別れとなった実の妹、お袖を探していた。森山の羽織を着た友人のクラス連作が吉原に、遊んだところ、相手のおいらん、顔取が、羽織の門を見て大いに驚く。顔取は、 その後、そのおひでに連れられて、森山智義の父、友貞のもの元を訪れ、証拠の品を携えて自分が、お袖だと名乗り出る。ところが、そこに、友貞の旧友である、三好昭衛門が現れ、真相が明らかとなる。おひでは、かつて昭右衛門の目かけだった。おひでは、上野戦争の混乱の最中、孤児になっていたお袖と、実の娘のお信徒を取り違えてしまった。 おひでは、お袖の持っていた巾着袋を盗んで、お袖を置き去りにしてしまう。その後、角蛇の女中として雇われたおひでは、そこで芸に、顔取りとなっていたおしんと再会し、森山家がお袖を探しているのをいいことに、実の娘である顔取りをお袖に仕立て上げようとしたのである。そして、他の次ことお顔るこそが他ならぬお袖であることが判明し、 物語は大岩塩を迎える。作中では、私塾の書生となっているが、実際は商用自身の出身校である、東京大学をモデルとしている。ありがとうございます。